やりたくない時に頑張るとストレスになったり、明日またやるの嫌だなっていう気持ちを生んでしまうので、やれる時にたくさんやる、今日はお休みしようもありだと思うんですよ。ただ日頃からちょっと運動不足がすごくて、はい、身体測定とかあった時とかには、はい、やる気が出て、はい、YouTube とかを見て運動するんですけど、はい、持続性がなくて続けられないんですよ、はい、家でできるストレッチとか、はい、なんか軽い運動みたいのを上野さんが YouTube に載せてくれたら、はい、毎日一緒にできる気がするので、はい、企画してもらうように言っときます。お願いしたいです。そうですね、じゃなくてちょっとお願いなんですけど、はい、はいはい、いい、それはもう企画の方に重々言っときます。お願いします。みんなと一緒に、はい、毎日10分15分ぐらいあれば十分ですよね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、持続性に関しては無理して頑張ろうとするとやっぱり続かないんですよ。なのでちょっと腹八分目みたいな、ちょっと物足りないなってっていう量をすることで逆にやり続けられるので、例えば毎日朝6時に起きて30分ウォーキングするなんて、まあ、正直みんな大変なんですよ、続けようと思えば。そういう大変なことを続けようとするのではなくて、例えばじゃあ今日寝る前普通に足踏みをするのをじゃあ30秒だけやるとか、昨日は30秒やったから今日はちょっと1分いけるかなとか、昨日1分したから今日は20秒にしようかなとかっていう、そのメリハリをつけながら、やりたくない時に頑張るとやっぱりストレスになったり、明日またやるの嫌だなっていう気持ちを生んでしまうので、やれる時にたくさんやる。友達と食事に出て帰ってくるのが遅くなっちゃったから今日はお休みしようもありだと思うんですよ。ただ昨日お休みしたからよし今日は絶対1分やるぞとかっていう、上手にプラスマイナスをゼロになるように上手に使っていくことで、私は継続し続けることができると思うんですね。それを毎日同じ量同じ時間とかをやろうとすると、どうしてもそれが飽きてきちゃったり苦しくなったりして続かなくなっちゃうことが多いので、なんかこうそうやって上手に自分の中でメリハリをつける。私も以前昔朝早く起きてランニングとかしてたんですけど、やっぱり雨とかが降るとランニング行けないじゃないですか。なんかそこで雨が降ったからランニング行けなかった、ああずっと毎日やろうと思ってたのに続けられなかったなって気持ちが折れちゃって、次の日からやらなくなっちゃったりするんですよ。じゃなくて雨が降ったら休み、ラッキー、明日は雨降らなければ頑張ろうっていう気持ちに持っていくことで、逆に継続し続けることができる。1週間1ヶ月、ね、2ヶ月続くことができれば、1日休んだってたかが1日なので、むしろいい休養日と思って心置きなく罪悪感なく休むことができたりするので、そうして続けていく、持続し続ける工夫をすると意外と続けられるじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。はい、あと企画は伝えておきます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらコメントをよろしくお願いします。Thank you.